皆さんはご存知だろうか？のび太たちがいつ大冒険に行くのかを。いつって、要は春休みとか夏休みみたいな季節のこと？そう、ドラえもんは毎年春になると映画が公開され、のび太たちはどこかに大冒険へ行くので、一般的には春、もしくは夏が舞台になることが多いとされているが、実際にはどちらの方が多いのだろうか？というわけで今回は、のび太たちはいつ大冒険に行くのか？だ。今年の夏休みは、大冒険旅行をみんなでやろう。そういうことに決めたんだ。というわけで今回は、のび太たちがいつ大冒険に行っているのかを解説していこう。まず大前提として、長編のドラえもんはなぜ春や夏が多いのか？この答えは極めて単純で、大長編がコロコロに掲載され始めるのが9月で終わるのが大体2月3月。つまり執筆が夏から始まり春に終わるので、夏か春が舞台になることが多いんだな。なるほどね。ただ今回いろいろ調べていく中で、作品によっては季節が決められていないものがあり、その中でもある程度は絞れそうだが絶対ではないみたいなものも多いので、そういうのはうぷ主判断で季節を分類、もしくは季節不明とさせてもらいます。例えばプールに行くから夏とか、タンポポが咲いてるから春とか、これは何癖つければいや春でもプールに行けるとか、タンポポは2月に開花することもあるとか、そういういろいろはあるとは思うのだけど、そういうのはなしにして、制作者がおそらく想定しているであろう季節を絞る作業なので、ここは突っ込みどころはあれどスルーでお願いします。確かにそういうの割にしちゃうとほとんど分類不可とかになりそうだしね。そう、さらに言うと作品によっては四季が移り変わるものもあるけど、その場合は大部分を占めていた季節、もしくは作品のテーマ的に都度振り分けていきます。あと別の時代や惑星に行った場合でも、基本的にはのび太の街の式で判断します。そういえば今回式は何月を区切りにするの？今回作品によっては月日までわかることがありますが、日本では法律などで式を厳密に区別していないので、今回は気象学的な区別として、この動画では3月から5月を春、6月から8月を夏、9月から11月を秋、12月から2月を冬と呼ぶことにします。確かにここは天文学とか暦とか年度の区別とか人によって千差万別だもんね。そう、あと最後に今回の調査は一応全ての作品を確認しましたが、1から10まで全部見直したわけではなく、時間の都合上さらっと全体を見直しただけなので、見落としがある可能性も十分にあり得るので、そこはご了承のほどよろしくお願いします。了解だよ。というわけで大前提はここまでにして、早速大長編と映画の季節を見ていこう。まずは記念すべき一作目、大長編1巻、ドラえもんのび太の恐竜。これは作中季節を言及していないが、ドラえもんが、今日は特別に暑いなぁ。バケツの水も、すぐぬるくなっちゃうという発言や、のび太が庭にビニールプールを出しているあたり夏を想定しているのだろう。その証拠としてこの映画でも夏を想定しており、ドラえもんが読んでいる新聞に8月17日と書いてありますね。ただなんでか2118年昭和85年ととんでもねえ西暦になっておりますが、なんで100年以上後の新聞なんだ。スタッフの遊び心だろうが、数字の意味まではちょっとわからないな。まあとにかく大長編映画ともにのび太の恐竜は夏を想定しており、これはリメイク映画、ドラえもんのび太の恐竜2006でも、原作に加え SE でセミが鳴いていたり、ひまわりが咲いていたりするので夏と見て間違いないだろう。つまりのび太の恐竜は夏のお話ですね。まあもともとサンデー増刊号で9月に連載された作品だしそりゃ夏になるわね。うむ、というわけで次の大長編。大長編2巻、ドラえもんのび太の宇宙開拓史では、これは作中で式は一切わからず、映画に関しても同じような状況なのだが、のび太の部屋の窓辺の花とかがわかれば、ある程度判断できるかもしれないが、うぷ主には何の花なのかわからないのでスルー。ただこの映画は冒険先の荒野荒野星が、冬の終わりから始まり最後は冬で終わるという、一年の式を見れる映画なので、おそらくのび太の街も春で3月ぐらいだろう。その証拠といってはなんだがリメイクされた映画、ドラえもん新のび太の宇宙開拓史では、のび太の部屋のカレンダーが3月になっているので、公式でも大長編や旧映画を3月だと判断したかもしれませんね。まとめると大長編や旧作は多分春だと思う。リメイク映画は3月なので春と確定ですね。もう2作目からは春になっているのね。うむ、ただ断言できない点にだけは注意が必要だぜ。では次、次は大長編3巻、ドラえもんのび太の大魔境。これは簡単、スネ夫とジャイアンが今年の夏休み、と発言しているので夏ですね。今年の夏休みって、今まで休み中だったの？いや、恐竜も宇宙開拓士も学校へ行ってたから、長期の連休で行くのは今回が初めてなんだよね。勝手に夏休みの予定を決めてるのね、この子たち。うむ、だが映画では違っていて、ここのセリフ映画では、今日からちょうど春休み、大探検旅行をやろうと決めたんだ。と、春休みの設定にしており、背景に桜が咲いてるので完全に春なんですね。ああ、これが大長編と映画の掲載されている時期の違いによるものなのね。うむ、ただリメイクされた映画では原作準拠で、今年の夏休みと発言、背景でセミは鳴いているし、のび太の部屋のカレンダーも8月になってますね。ほんとだ、
てかリメイク映画は大抵のび太の部屋のカレンダー見れば暦がわかるわね。そう、なのでまとめると大魔教は大長編では夏休み、旧映画は春休み、リメイク映画は夏休みで8月ですね。では次。次は大長編4巻、ドラえもんのび太の海底祈願場。この作品は簡単、ジャイアンが夏といえば、というし、のび太が夏休み、とも言うので、去年同様夏休みみんなで遊びに行こうって魂胆ですね。そしてこれは映画でも同様であり、夏休みと作中何度か発言しますが、8月ではなくのび太の部屋のカレンダーを見るにまだ7月ですね。夏休みが始まったばっかりって感じね。うむ、では数も多いのでどんどん次に行くぞ。次は大長編5巻、ドラえもんのび太の魔界大冒険。これは作中どこを見ても季節が判別できず、学校に行ったりもするので長期休暇中でもない。ただ昼間は半袖なのに、夜は反転みたいな服を着ているからまだ肌寒い時期。なので3月から4月あたり?と推測できるぐらい。ただ映画だともう少し範囲を絞めて、それは毎度おなじみ、のび太の部屋のカレンダーですね。月は見えないので不明だが、日にちは31日まで確認できる。そして物置にストーブの段ボールが閉まってあるので、秋や冬というわけでもなさそう。なので31日まであり、夜はまだ肌寒い秋や冬ではない季節。つまり3月か5月、春を想定して書かれた作品なのだろう。そしてこれも裏付け、ではないが、リメイクされた映画では、のび太の部屋のカレンダーでは5月、そして学校の教室の壁にも5月テーマと貼り出されているので、やはり公式でも春を想定しているんでしょうね。まとめると大長編旧作は春が濃厚、リメイク映画だと5月の春なんですね。やっぱ式の考察がのび太の部屋のカレンダー見ればいい気がしてきたね。まあわかりやすい部分ではあるからね。では次、次は大長編6巻、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ。こちらも明確な季節はわからないんですが、わかりやすいヒントがあって、それはピシアが放った探査球、これを見たのび太の両親が。まあまあ、ホタルだよ。まあ珍しい。これは何が珍しいんでしょうか?こんな場所にホタルがいるなんてってことじゃないの?もちろんそういう意味もあるのだが、実はもう一つ意味があって、それは縁側で風鈴、アイス、うちわで熱い熱い言っているジャイアンが、プシアの探査球を発見した際、ホタルだ、今何月だと思ってんだ、こんなろ、こんなろ。と、熱いこんな季節になんでホタルが、つまり場所だけではなく時期も指摘しているので、本来ホタルが見られるのは一般的に5月下旬から7月上旬頃まで、つまり7月下旬、もしくは8月になってもいるホタルに疑問を持っているということであり、今作ではそのあたりの月、つまり夏を想定している作品であり、ただ映画に関してはジャイアンのホタル発言はないので何月かは不明だが、特に大魔教のように背景に桜がないし、変えてなければ夏想定だろう。一応微妙なヒントではあるが、メロンを食べるシーンが大長編映画ともにあり、ちょっと品種や栽培方法、取れた場所によっても旬は変わるが、おおむね5月から7月ぐらいなので、7月ならありえないわけでもないって感じだね。そしてこちらも裏付けではないが、毎度おなじみリメイク作品では、こちらはもうアマプラやウィキの概要に夏休みのある日と書いてあるので完全に夏想定ですね。まとめると原作大長編リメイク全てにおいて夏を想定されている作品ですね。結構春と夏が交互に来る感じね。うむ、では次は大長編7巻、ドラえもんのび太と鉄人兵団。こちらは簡単、ドラえもんが夏休みの宿題でもしてろ、というので夏であり、映画では夏休みとは言わずとも、暑い中アイスを食ってるので夏でしょう。それにもし夏以外の季節なら、山の湖で泳ぐなんて寒すぎて無理だと思うので、これはあまり疑う余地がないですね。ちなみにリメイクされた映画では、7月8月のポスターが鏡の世界でアップで映るので夏。つまりこの映画は大長編映画リメイクともに全て夏休み。ってことでしょうね。意外と春より夏が多い感じ?今のところ夏優勢だな。では次、次は大長編8巻、ドラえもんのび太と竜の騎士。この大長編は全く季節は特定できないのだが、夜棚川の中へ入るあたり、暖かい季節だとは思う。ただ映画だと季節を特定できて、それは万宝さんが0点の答案を届けるエンディングでの一幕。はい、いつも通りのび太の部屋のカレンダーに3月って書いてありますね。ほんと便利だなこのカレンダー。3月だとまだ水が冷たそうだけど、映画では夜ではなく朝水に潜ったので、まだ水温がマシだったのかもしれないですね。朝でもまだ水は冷たそうだけどね。うむ、まあもしかしたら他の道具を見えないところで使っているかもしれないけどね。最終的にまとめると大長編では季節不明、でも映画では3月の春想定ってことでしたね。では次、次は大長編が泣く映画だけで、ドラえもんのび太のパラレル最勇気。こちらは簡単、学校の庭に桜が咲いているので春ですね。これはわかりやすいね。うむ、なのでまとめる必要もないので次。次は大長編9巻、ドラえもんのび太の日本誕生。こちらも先ほどと同じく全く季節の手がかりがなく、雰囲気で秋や冬ではなさそうなんですが、映画でははっきりわかっていて、それは作中ののび太の街で何日経過したか不明だが、途中7万年前から2回目に現代へ戻った時、学校の黒板に4月20日って書いてありますね。こんなところに書いてあるのか。なので作中は4月の春を想定しているが、リメイク映画では違っていて、もう何
3度目か、のび太の部屋のカレンダーに6月って書いてあるので夏なんですね。お、まさかの6月想定。なのでまとめると原作は季節不明、旧映画は4月の春、リメイク映画は6月の夏ってわけですね。6月とはまたなんとも言えない季節設定なのね。うむ、まあでも舞台のほとんどが7万年前だし、現代の季節はあんまり関係ないんだけどね。では次、次は大長編10巻、ドラえもんのび太とアニマルプラネット。こちらも季節は不明ですが、のび太が裏山に行った際に多くの花、そしてモンシロチョウが飛んでいるあたり、春を想定している可能性が高いだろう。ただ映画では判別する部分が違くて、いつもののび太の部屋のカレンダーで3月ですね。マジで便利だなこのカレンダー。まとめると大長編は春の可能性が高く、映画は3月で春ですね。では次、次は大長編11巻、ドラえもんのび太のドラビアンナイト。こちらは簡単、大魔教同様2人が夏休みどこに冒険に行くか相談するので、当然時期は夏になります。ただ映画では夏休み発言はないものの、背景で普通にセミが大合唱しているので同じく夏。まとめるとドラビアンナイトは原作映画ともに夏ですね。見極めが簡単ね。うむ。では次、次は大長編12巻、ドラえもんのび太の雲の王国。これは大長編では珍しく月がわかり、それはのび太が雲の上に作った湖で泳ぐとき。冷たい。まだ4月だもの、という発言があるので4月の春になります。ただ映画では泳がないので何月なのかはわからず、ヒントはいつも通りのび太の部屋のカレンダーですが、30日まであることしかわからず、西向く侍、つまり2月4月6月9月11月のいずれか、まあ原作をいじってなければ4月ですが断定できるものがないですね。まとめると大長編は4月、映画も4月の春だとは思うけど断定できないって感じですね。まあ大魔教みたいに季節が変わる場合もあるし、夏でもおかしくなさそうだから難しいところね。まあ春からわざわざ夏に変える意味はなさそうだけど、うむ、だから極めて春である可能性が高いだろうな。では次、次は大長編13巻、ドラえもんのび太とブリキのラビリンス。これは簡単、学校帰りにスネ夫が、春休みは短いしね、という発言をしており、間もなく春休みに突入する3月、つまり春だと思って間違いないだろう。これは映画でも同じ発言をしており、まとめると大長編映画ともに春で間違いないだろう。これは簡単だね。うむ、全部こういう感じだといいんだがな。ちなみに大魔教の映画を除く、春休みの大冒険は原作だとここが初めてですね。意外と夏休み、春休みに大冒険、って思ってたけど、さっきから結構学校がある平日に行くよね。うむ、季節は今のところ春か夏しかないけど、あんまり春休み夏休みは関係ないんだな。言われてみれば秋と冬ないわね。まあ大長編映画ともに連載や公開時期違うしね。では次、次は大長編14巻、ドラえもんのび太と無限三剣士。こちらは途中現実と夢が入れ替わりますが、あくまで入れ替わる前の世界の季節を考察。だが、それを考察できる材料がなく、原作では全く季節がわからないのだが、映画では違っていて、学校に桜があるので春なのは容易に想像できますね。これ春のお話だったのね。うむ、なのでまとめると原作は季節不明、映画では春だな。では次、次は大長編15巻、ドラえもんのび太の創生日記。こちらは開幕から夏休みの宿題の自由研究テーマ、という発言があるので、夏なのはわかりますが、この日が何日かなのかまでわかって、それはのび太が2日後に書いた日記に8月21日と記載したので、物語のスタートは8月19日だったとわかりますね。ちなみにこれをクイズにする恐ろしいドラゲーがあるらしいっすよ。あれか、あとこれ映画でも多少の際はあれど日付に違いはないので同じです。まとめると原作映画ともに8月19日スタートの夏休みですね。一番はっきりした特定だね。うむ、絵日記がかなりわかりやすかったな。では次、次は大長編16巻、ドラえもんのび太と銀河エクスプレス。こちらは原作では季節を特定できるものはないので一切わからず、映画でもほぼ同様でわからないんですが、まあ手がかりとしてはのび家の玄関に飾ってある花とかぐらいですかね。手がかりが少ないわね。うむ、なのでこの作品に関してだけは季節は一切不明ですね。まあでも作品的に、ほとんど地球にいないから問題ないといえば問題ないですが、それもそうね。では次が F 先生最後の原作、大長編17巻、ドラえもんのび太のねじ巻きシティ冒険記。この作品はママのセリフで季節がわかり、お中元を売り出しの福引き引いたの。あ、夏だな。そう、お中元といえば人によるが7月15日か8月15日を指すことが多いので、言わずもがな夏ですね。そして映画ではママのセリフはなく、原作ではドラえもんもお中元と発言するんですが、それらもないので時期を特定できない、と思いきや、背景で普通にセミが鳴いているので夏ですね。セミで特定できることも多いわね。うむ、というわけでまとめると原作映画ともにねじ巻きシティ冒険記は夏ですね。ではここからは藤子プロ作品、次は大長編18巻、ドラえもんのび太の南海大冒険。こちらは開幕から夏休みのグループ研究という話なので、当然夏になりますね。そして映画でも同じ展開なので夏です。
つまりこの作品は夏の常夏です。まあ海の話だしそりゃそうね。では次は大長編19巻、ドラえもんのび太の宇宙漂流記。こちらは時期を特定するのにいくつかヒントがあり、まずはリアンが地球で採取したもみじ。のび太はこのもみじはいずれ色が赤になるという発言をし、その後春のポカポカした日にタンポポのベッドで昼寝をすると、と言っているんで、おそらく春の可能性が高いですが、作品の最後地球に戻ると、そうして季節は流れ、とあり、なんと春のタンポポベッドのシーンを再現するんですね。つまりこの大長編、スタート時点では春ではなく夏の可能性が高く、これは映画序盤で、ママがおやつにスイカを持ってきたことと合わせるとさらに信憑性が増しますね。夏のフルーツって感じだしね。だけどこれは映画では違っており、まずスネ夫が持っている宇宙旅行のチケット。ここに2001-1999-36とあるんですが、意味合いとしてはこの後のセリフから推測できて、この宇宙旅行はスネ夫の誕生日パパが買ってくれるもので、乗れるのは21世紀になってから、そしてスネ夫の誕生日は2月であるから、チケットの入手時期はその付近になり、さらにこの映画の公開日は1999年3月6日なので、右側は1999年3月6日で日付、そして2001は乗れる年ということなのだろう。あれ？ってことはこの作品大長編だと夏っぽいのに映画だと春になるのかな？いや、でもこの後ママが大長編同様スイカを持ってくるので、やっぱり夏と考えることもできるんだよな。どっちなんだ？映画だと書籍にあったもみじやタンポポのくだりは一切ないから、普通に考えればスネ夫のチケットの日付はパロディで、ママがスイカを持ってきたので夏、と考えるのが普通だろうな。確かに、ママが春スイカとかよっぽどレアなことしなきゃ普通そうよね。なのでまとめると原作は夏、映画も夏って考えて大丈夫だろうな。ただ確定要素はないから注意だけどね。では次は大長編20巻、ドラえもんのび太の太陽王伝説。この作品は季節を特定するのは難しく、ヒントになりそうなのは、開幕のび太たちが練習していた学芸会の練習。これ普通に考えれば何ヶ月も練習して、途中に長期休暇を挟むとは考えづらいから、4月から7月、もしくは夏休み明けから年末、または年明けから春休みの間。でもこの作品途中には庭の草むしりをするし、秋や冬とは考えづらいですね。それに作品の傾向的に、マヤナ国では干ばつに見舞われたりしているのでのび太の街も夏っぽい。それぐらいしか考察はできず、それは映画であっても同じですね。まとめると大長編も映画も夏っぽいけど季節不明です。夏っぽくはあるけど根拠がないね。雰囲気だけではちょっと弱いよな。では次は大長編21巻、ドラえもんのび太と翼の勇者たち。この作品も大長編では全く季節が特定できず、考察できる要素は開幕の干ばつのニュースなのだが、それだけで夏、というには少し弱い。ただ映画ではもう少しヒントがあり、それはスネ夫とジャイアンが2回もアイスを食べているシーンですね。干ばつのニュースにアイスを食べる子供たち、これは夏を示唆している可能性が高く、まとめると大長編映画ともに夏だとは思うが、少し根拠が弱いって感じですね。アイスは春でも食べるときは食べるしね。まああとはこのシーンがギャグのために入れられている可能性もあるし微妙だわね。というわけで次は大長編22巻、ドラえもんのび太とロボットキングダム。この大長編も季節は特定できず、のび太の街にいる時間も短いのでわからない。映画でもほとんど同じ状況なので、この作品季節は不明です。全くわからないのね。まあセミが鳴いてないし、SE の鳥の鳴き声とか聞いてる感じ春っぽくはあるんだけど、根拠としては弱すぎるわね。さすがに鳥の鳴き声で季節を特定するのは難しすぎるわね。なので次は大長編23巻、ドラえもんのび太と不思議風使い。この作品も明確に時期は特定できないのだが、先ほどの翼の勇者たち同様、漫画の方でのび太がアイスを食べていたり、映画でも食べているのに加え、ひまわりにセミの声、それに遠目ではあるがのび太の部屋のカレンダーも8月っぽいですよね。ここまで来るとさすがに夏だわね。なのでまとめると大長編では夏かも？映画ではほぼ間違いなく夏でしょうね。それでは次が大長編最後、大長編24巻、ドラえもんのび太のワンニャン時空伝。こちらは大長編では季節は特定できず、雰囲気的に春か夏あたりだとは思う。そして映画でもその季節は特定できず、いつも通りのび太の部屋のカレンダーは見れるが、31日まであることしかわからず、1月3月5月7月8月10月12月のいずれかであろう。つまりわからないってことね。まああとは手がかりとしてこの川に生えている背の高い植物、魚屋で売っている魚の種類とか季節を特定できるかもしれないわね。これは一般人には難しいわね。なのでまとめると大長編映画ともに季節不明ですね。というわけでこれで大長編24巻、大山ドラ映画25本と一部リメイク映画を解説しましたが、一部不明を除いて全て春か夏で構成されており、原作が夏なのに春になったのは大魔教だけなんですね。意外と季節って変えられてないのね。そう、そして不明の季節のものも秋や冬という印象は全くなかったので、ドラメンバーは必ず春か夏に大冒険へ行く、と、見せかけて、まだ朝ドラになってからの映画、そして平成作品も残っていますので、
それらをすべて追跡調査したとき、本当に春や夏だけしか冒険へ行かないのか？そして一番多く冒険へ行く季節はいつなのか？今回は長くなったので次回また続きを紹介したいと思います。おお、秋や冬の大冒険ってあったのかな？気になるわね。うむ、というわけで次回をお楽しみに。今回もここまで見ていただき、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。